全然映らないな。デカディズニーやろ。すごっ。デカディズニー。DD です。DD だ。これ現実なのこれ。CG みたいな。よかったら夜でよかった。ああ。夜だといいんだろうねって言っちゃう。うわ、嘘やろ。Nishiko Dash Channel. Nishiko Dash Channel へようこそ。西村信也です。山田雅人です。我々ですね、サウジアラビアジェッタでの出番を終えまして、一応今回はですねアブダビで乗り換えなんですけども、ついにね乗り換えで降りてみるっていうのを初めて叶えましたね。もう念願、もう夢かなった、やっと。そうなんですよ、今までドバイとかさ、もう5回ぐらい多分行ってるよね。そうだね。ただ空港から一度も出たことはないっていう。ついにアブダビでですね、空港から乗り換えの2日間ですかね、降りて今ホテルもチェックインしてきたんですけども、我々はですねモスクに来ております。信じられない、今目の前の光景が。ちょっとそのモスクをちょっと今日は探索していきたいと思います。で、さっきこの近くのおじちゃんが教えてくれたことには、こっちのですね、こっから地下に降りて、で下をぐーっと通ったら向こうにたどり着けるらしい。マジ喋りかけてくれてよかった。そうなんですよ、結構親切な。まっすぐ行ってた上から。いやマジでそうなんですよ。じゃあこれちょっと地下行ってみますか。めっちゃ楽しみ。楽しみ。ここから今中入りましたね。なんだろうね。やばいよ、でもこの自体が知ってしまえるぐらいの綺麗で、これで地下に入って直通みたいな。タッチレスボタンって書いてあった。お、すごい、タッチレスボタン。なんかボールになってるね、しかもね、うん、なんかふん、あ、なんだ、ご飯食べれるじゃん、ここで。なんめっちゃなんか突然、ちょっとゲーセンあるけど、ちょっと待って、ちょっとなんかさ、煩悩とのこの属性のものがOK。すごいな、だって普通に、ね、あれ、うん、駐車場じゃん。あれ、なんか言ってたのと違う。だってこれめちゃめちゃショッピングモール、すげえな。なんかこれを進んだ先にあるの。さっきの感じだと、うん、こっちだから駐車場になってて、うん、そうだよね、一瞬でテンパっちゃった今。完全になんか横に向かってる感じするけどな、ね、ご飯も食べれます。でもここですね、あ、ビジターズ、本当だ。もうあとはこれに従って、じゃあちょっと見た、ゲーセンあったのよ。ゲーセンやばくない？ちょっとゲーセン後で撮りたいな。あ、それじゃない、モス、あ、ツアーグループとビジターだから、あれ、あ、こっちでいいのか。え、こっから、嘘でしょ。 OK。 なんかQR コードが必要だって。 QR コード、この QR コードってこと。行ってみましょうか。 QR コードゲットしたぞ。みんな言われてる。ああ、やっぱね、みんな分かってないよね、きっとね。イエス。なんかまださっきのあの建物にたどり着くイメージが分かん。そうなんだよ。結構近いんだよ。広いな。モスク、ノビデオ、オッケー。
というわけで来ましたよ、山田さん。すげー。ちょっとあの地下通路は撮影ダメだったんですけど、ここやばい、これ伝わるんかな。お祈りの歌も聞こえてますね。もうあのアラジンとかさ、いや本当よね、あの中でバカでかい城をさ、当然表現されてるじゃん、はい、あのバカでかいをマジで作ったらこうなるんだと思う。無理よ、あんなものできるわけないじゃん、あれがある。信じられない、めちゃくちゃでかいよこれ。どんな感じなの西間さんこれ。いやもうなんかもう信じられない、うん、だからもう本当に幻想的すぎて、うん、突然空港着いてホテルチェックインしてここにいるのが不思議すぎて今。確かに、なんだこりゃ。しかも空港の近くのホテルだけど、ここから15分ぐらいでここの空間に来れるっていう、うん、今んとこれらが知ってるアブダビここだから。まずアブダビイコールこれ。いくらするんだろうね。これだけでももうすごーい。やばすぎやばい。なんだこれ。すごすぎますね、規模が。開いた口が塞がらないと、このことは。これが皆さん、世界一大きなペルシャ絨毯です。映せません。一画面では。いやこれ無理よ、これだってさ、1個のデカさってことでしょ。1枚繋がってるってことでしょ、全部。これ世界一だわ。世界一を今目の前にしてるわ。今このボーイ世界一入ったわ。踏んだぞ、今いい感じ、世界一踏んだ男の子だったぞ。山田さん、横からペルシャ、横からペルシャ絨毯、マジでちょっとさっきと全く違うね、また迫力が。奥マジで、ね、え、どんぐらいあるんだろうな、この距離。すげえ。やばすぎる。やばすぎる。どうやったら思いつくこれを。規模おかしいぞこれ。この奥マジで。すげえな、これはちょっと写真だ。マジでやばい。